サービスです。早川、もちろん早川前に来た、前衛で押しバックを狙う、アウトです。ミスらないことが大切ですよね。まだ低いボール、高く上げる、強打、橋本、平田、早川と見ました。平田インです。ポイントリードは早川遠藤、低いシャトルの打ち合い、橋本もうゲームの流れを持ってくるか。今も早川選手 2,3、はい、本自分で止めますから、まあ、ああいうのが続いてくると早川選手乗ってきますよね。早川レシーブ力あります。早川拾う、橋本、早川、もう一度橋本、早川が拾う、今度は遠藤だ、遠藤、平田、早川が拾う、遠藤、平田、早川、トネット右、橋本のサーブです。ここも振ってきてよく取りました。少し下がった、強打、後ろから平田、なんだ、もう一度平田、早川を狙う、と早川、はい、少し前に来た、エンド揺さぶる、前で拾う、平田ここも縦の関係、トナミウイの2人、後ろから橋本、もちろん橋本、アウトです。またロングだ、早川後ろ、早川前に来た、遠藤、平田がまたスーッと前に来ています。平田が前に出た、早川は前にいます。遠藤、橋本の強打、遠藤、横の関係は頼み、また前に出た、と落としてきたですけど、ああいう風に出ていくのってなかなか難しいんですよね。そうなんですか、はい、なので早川選手の横を抜けていくような球だったんですけど、やはりこういろんなところからこうだと思いますね。橋本が前にいます。平田が後ろから、今度は橋本、前で手を出した早川、アウトになりました。この役割もすごく分かってるんですよね、なので平田選手もちろん前衛すごく上手なんですけど、短いサーブから平田落としてくる、平田、遠藤狙う、早川遠藤、もう一度遠藤、続ける、決め、前で拾う、なんだ、平田、橋本、遠藤、深いところはアウトです。下げる、平田、橋本が後ろ、もう一度橋本、遠藤が後ろだ、アウトです。わかりました。けどここでラケット上げてたんですよ ね、なのでちょっとそれが見えて当たったら取られる。出ていきます。第1ゲームです。後ろから橋本、もう一度3連続、前のドス超えません。第1ゲーム、この海の平田、橋本取りました。次にもきつくなってきますよね。早川、橋本なんだ、後ろから平田前、入りました。平田のサーブ、橋本後衛、縦の関係は渡辺優2人、前に来た、平田遠藤が拾う、橋本サイドギリ、ポイント2点リード、早川遠藤、早川前と点球かかりました。遠藤、なので攻撃の幅が遠藤選手はあるので、そういったところを持っていけると、はい、より点数につながりますよね。少しタイミングをずらしました。今度は角度あると思うんですよね、はい、平田のサーブ、今3点差なので、はい、まあ、ここ
平田選手のサービスでなるべく11点の間に追いつきたいっていう気持ちがあると思いますね。ギリギリ決まりました。遠藤平田ギリギリは今シャトルは入りました。打ちに行きながら見極め早川押し込んでいく。平田が後ろ角度がある。拾う前ここは取れません。に反映すると 3,4 点は変わると思うんですよね。ギリギリ取っています。拾う拾うまだ拾う。これは拾えません。サーブは早川のサーブです。後ろから縦になった遠藤早川遠藤前アウトです。橋本のサーブ平田遠藤早川前遠藤正面で来る。よく拾っている橋本返す。平田バック側長いラリーになってきた。最後はポイント遠藤少し受けている。トナミウンユ早川が後ろからもう一度遠藤後ろで平田角度はありますがアウト。こっちが伝わりますよね。後ろから外前で平田橋本アウトです。遠藤のサービスです。ロングできた。高い角度から打ち込んでくる2人。トナミウユ平田角度つける。あーっと前平田のサーブ続きます。ロングサーブしてきた。遠藤が前後ろから橋本もう一度これも強烈。第一ゲームはゲームポイントからかなり長いラリーが続きました。入っています。いっぱい。さあ一つしのぎました。巻き込んできた。これで追いついた平田橋本。ロングで来た。最後はネットにかかって早川平田遠藤平田早川少し遅れたがよく返した。高いボール上げるクリア遠藤遠藤強烈ですよね。やはりディフェンスに回るんですけどすぐ早川選手がこうクロスに流して前に出てくる。で遠藤選手の強打につなげる。ああいうふうな形でポイントを取れるとリズムに乗ってきますね。不転元となるこの遠藤のサービス続いています。拾う遠藤一体下げます。あミスになりました。解きたいところですよね。スマッシュ下げる平田落とす。よく落としましたと思うんですよね。早川平田が拾う。橋本は拾い切れます。前後ろからレシーブ安定のチャンピオン前から落とす。拾うギリギリはアウトです。下げる早川前に来た。その早川遠藤落とす。早川後ろから
下げる遠藤、早川、早川、もう一度落としていきました。しかしポイントは平田、橋本。平田のサーブよく拾った、スマッシュ続きます。早川、遠藤、早川、もう一度早川、場所を変えます。遠藤、角度つける丸飛び拾う、よく拾っています。まだ拾う、早い展開、最後はアウト。遠藤もあの角度をつけたショットを連発していきました。冷静に見ました。もう打たせてもらえない、ここで打ってきた、もう一度前、ネット攻防、後ろから日本より進む遠藤、もう一度遠藤、徹底して平田の方を狙ってきました。まあ、やはりあの一番決まりやすい、ええ、ところをめがけて、まあ、前衛の選手も的確に狙っていくので。早川のサービス、前に落とす、遠藤、落としてきた、ね、できますね。なので平田選手ここは前に返した、勝負どころだと思いますね。後ろ、いいんです。選手も冷静だと思いますね。外、ここでも変える、振る、遠藤、ここで決勝4年連続、ここは打ち込んできました平田。打ち込んでくる、早川もよく返しています。平田、ここも返す、ああ最後は見せた橋本。よく取った、遠藤も早川も動いています。遠藤、早川、チャンピオンシップポイントは遠藤のサーブ。遠藤、もう一度遠藤、前に出す、ショット、早川拾う、遠藤、決まりました。早川健一、遠藤博之、3連覇、4年連続同一カードの決勝を制しての3連覇。サービスです。早川、もちろん早川前に来た、前衛同士バックを狙う、アウトです。ミスらないことが大切ですよね。まだ低いボール、高く上げる、強打、橋本、平田、早川と見ました。平田インです。ポイントリードは早川、遠藤、低いシャトルの打ち合い、橋本もう、ね、ゲームの流れを持ってくるか。今も早川選手 2,3、はい、本自分で止めますから、まああいうのが続いてくると早川選手乗ってきますよね。早川レシーブ力あります。早川拾う、橋本、早川、もう一度橋本、早川が拾う、今度は遠藤だ、遠藤、平田、早川が拾う、遠藤、平田、早川、トネットの技、橋本のサーブです。ここも振ってきてよく取りました。
下がった。強打、後ろから平田、なんだ、もう一度平田、早川を狙うと、早川、はい、少し前に来た、遠藤揺さぶる、前で拾う平田、平田でも縦の関係、トナミウイの2人、後ろから橋本、もちろん橋本アウトです。またロングラン、早川後ろ、早川前に来た、遠藤、平田、平田がまたスーッと前に来ています。平田が前に出た、早川は前にいます。遠藤、橋本の強打、と遠藤、横の関係は頼み、また前に出た、と落としてきたですけど、ああいう風に出ていくのってなかなか難しいんですよね。そうなんですか。はい、なので早川選手の横を抜けていくような球だったんですけど、やはりこういろんなところからこう前から落とす、拾う、ギリギリはアウトです。下げる、早川前に来た、その早川、遠藤落とす、早川後ろから、下げる、遠藤、早川、早川、もう一度落としていきました。しかしポイントは平田、橋本、平田のサーブよく拾った、スマッシュ、続きます。早川、遠藤、早川、もう一度早川、場所を変えます。遠藤、角度つける、丸飛び、拾う、よく拾っています。まだ拾う、早い展開、最後アウト、遠藤もあの角度をつけたショットを連発していきました。冷静に見ました。ここも打たせてもらえない、ここで打ってきた、もう一度前、ネット攻防、後ろから、日本よりシス、遠藤、ミドル遠藤、徹底して平田の方を狙ってきました。まあ、やはりあの一番決まりやすい、ええ、ところをめがけて、まあ、前衛の選手も的確に狙っていくので、早川のサービス、前に落とす、遠藤、落としてきた、ね、できますね、こうだと思いますね。橋本が前にいます。平田、平田が後ろから、今度は橋本、前で手を出した早川、アウトになりました。の役割もすごく分かってるんですよね、なので平田選手もちろん前衛すごく上手なんですけど、短いサーブから平田落としてくる、平田遠藤狙う、早川、早川、遠藤、もう一度遠藤、続ける、おっと決め、前で拾う、なんだ、平田、橋本、遠藤、深いところはアウトです。下げる、平田、橋本が後ろ、もう一度橋本、遠藤が後ろだ、まあ、あっとアウトです。わかりアウトけど、ここでラケット上げてたんですよね、なのでちょっとそれが見えて当たったら取られる、出ていきます。第1ゲームです。後ろから橋本、
もう一度3連続前に出す、ちょっと越えません。第1ゲーム、トナムの平田、橋本取りました。次にもきつくなってきますよね。早川、橋本、橋本なんだ、後ろから平田前、入りました。平田のサーブ、橋本後衛、縦の関係は頼み運輸2人前に来た。平田、平田、遠藤が拾う、橋本サイドギリ、ポイント2点リード、早川遠藤、早川前と点球かかりました。遠藤ね、なので攻撃の幅が遠藤選手はあるので、そういったところを持っていけると、はい、より点数につながりますよね。少しタイミングをずらしました。今度は角度あると思うんですよね、はい、平田のサーブ、今3点差なので、はい、まあ、ここ平田選手のサービスでなるべく11点の間に追いつきたいという気持ちがあると思いますね。ギリギリ決まりました。ギリギリは今エンシャトルは入りました。打ちに行きながら見極め、早川押し込んでくる、平田が後ろ、角度がある、拾う前、ここは取れません。に反映すると 3,4 点は変わると思うんですよね。ギリギリ行きます、拾う、拾う、まだ拾う、これは拾えません。サーブは早川のサーブです。後ろから縦になった遠藤、早川、遠藤前、アウトです。橋本のサーブ、最後平田、遠藤、早川前、遠藤正面で来る、よく拾っている橋本、返す、平田、バック側、長いラリーになってきた。最後はポイント遠藤、少し受けているトナミウンユ、早川が後ろから、もう一度遠藤、後ろで平田、角度はありますがアウト、口が伝わりますよね。後ろから橋本、前で平田、橋本アウトです。遠藤のサービスです。ロングできた、高い角度から打ち込んでくる2人、トナミウユ、平田、角度つける、アウト、前、平田のサービス続きます。ロングサービスが来た、早川、遠藤が前、後ろから橋本、もう一度、これも強烈。第1ゲームはゲームポイントからかなり長いラリーが続きました。入ってきます、いっぱい、さあ一つしのぎました。引っ込んできた、これで追いついた平田、橋本ロングでいった、最後はネットにかかって早川、平田、遠藤、平田、早川、少し遅れたがよく返した、高いボール上げる、クリア、遠藤、遠藤強烈ですよね、やはりディフェンスに回るんですけど、すぐ早川選手がこうクロスに流して前に出てくる、で遠藤選手の強打につなげる、ああいうふうな形でポイントを取れるとリズムに乗ってきますね。不転元となるこの遠藤のサービス続いています。拾う、遠藤、一
して下げます。あミスになりました。解きたいところですよね。スマッシュ、エンドのスマッシュ、叩き下げる、決めた、落とす、あよく落としましたと思うんですよね。早川、平田が拾う、橋本は拾い切れます。前、後ろから、レシーブ安定のチャンピオン。